殿、ご無事でしたか。わしのことはよい。それより姫はどうした。奴らに姫を渡すわけに。ユキノム、姫を、姫を頼むぞ。殿、申し訳ございません。探せ。草の根を分けても白露の姫を探し出すのだ。勝ったのは私よ。なんで、最後の人たちは私だったわよ。バカね、とどめは私の一発よ。ま、あんたのはおまけね。おまけ。おまけとは何よ。あれがとどめになったから祭りは助かったんじゃないの。でなきゃ今頃祭りは。は、冗談。だいたい代わり身を使うなんてずるいわよ。本当ならあそこで決まってたはずなんだから。先にスイコを倒した方が勝ちって決めたんだから。あら、さくらちゃんはそんな小細工しないと勝てないわけ。嘘つき卑怯者。そんな何言ってんのよ。話しなさいよ。ちょっと火薬の量が多かったから。怪しい。何すんのよ。おめえら、いい加減にしろよな。さくら、こら、降りてこい。俺が命令したんだ。カオル。さくら、祭り、明日は商談試験なんだぞ。喧嘩なんかしている場合じゃないだろう。はい。じゃ、さくらったらカオルの言うことばっかり聞いちゃってさ。ポーチー。腹減った。わあ、美味しそう。いただきます。お味はいかがかしら。うん、うまいうまい。ゆめ、あんたも商談試験受けるんでしょ。いいの。ええ、もちろん。試験に落ちたら一人前の忍者になれないのよ。ああ、おかか。稽古しないと。いいんです。そうなったらカオル様のお嫁さんになりますから。夢。確かに我らは白露の一族、秘伝の巻物の力も存じております。巻物さえあれば白露最高はもとよりそれ以上の力も持つとか。うん、おそらくカブスは巻物の力にはまだ気づいてはおらんであろう。何としてもその前に取り戻さねばならんのだ。しかし白露の城は敵の手に落ちて早十数年、今では白露国領内に入ることすら容易ではありませぬ。よいか、カオル。
白露再興は我らの悲願、そして亡き殿の無念。父上、分かっております。しかし薫、これも白露の忍びとして生きる者の定めなのだ。承知いたしました。薫、姫を頼むぞ。白露城へ秘伝の巻物を取ってくる。しかも合格は上位一組。俺、誰と組むのかな。採点と判定は俺が行う。各自獲得した巻物は己のものとすることができるので、なるべく上級のものを手に入れると良いだろう。なお作戦上必要とあらば他の組への妨害も認めるものとする。さてその組み合わせだが、さくらはポチと、祭りは林、そして夢は俺だ。頑張りましょう、カオル様。夢、あのね、あんたが一番心配だからカオルがつくのよ、わかってる？はい、もちろん。私、しっかりカオル様を守りいたしますわ。ああ、わかっていると思うが、この試験に命の保証はない。良いな。では各自努力奮闘するように。はーい。間違いないのか稲葉。ええ、奴ら忍びの技を心得ていたわ。忍びで、白露姫はいるのか。いるわ。なら話が早いや。とっとと攻め込もうぜ。いいか日光、我ら十二使徒の使命は白露の姫を見つけ出し捕まえることだ。下手な騒ぎは起こすな。ち、偉そうに。それで奴らは今日白露城へ向かったわ。この木を逃す手はないわよ。城へ何しに行くんだ。なるほど、姫を守るには姫自身を忍びとして武装させればよい。考えたものよ。で、どうやって姫を見分けるんだ。姫の肩には十字のあざがあるそうよ。よし、まずは姫の特定からだな。まったく、遠足に行くわけじゃないのよ。まあいいじゃない、先は長いんだしさ。久しぶりだよね、こうしてみんなで歩くのって。そうそう、のんびり行きましょうよ。そうそう。そうね、どうせこの試験が終わればあんたらお子様と付き合わなくて済むわけだしね。お子様。林、行くわよ。あれな、ポチ、急ぐわよ。はあ、みなさーん。なになに、どうしたの。お茶にしませんか。ありがとう。いいえ、あそこのお方はお茶はよろしいんですかの。ああ、あれ、いいのいいの。うまい団子だ。恐れ入ります。もう林まで一緒になっちゃってさ。あ、うん、ところで主人、関所へは森を抜けた方が近道だと思うのだが。森？よしなされ、あんな恐ろしいところ。街道を行った方がいいですよ。こんなことしてる場合じゃないのに。ん？極楽極楽。温泉があるなんてついてましたね。
こういうのばかりなら試験も楽しいのにね。茶屋の主人の話だと、関所へは街道沿いに行くのが一番安全らしい。森を抜けた方が早いんじゃないの？そうだ。しかし、この辺りの獣はかなり危険らしいんだ。なんとか関所を通らずに済む方法っていうのはないのか？ここを見てくれ。国境には大きな谷があって、まともに渡るのはまず不可能だな。そして対岸が一番近いところに橋がかかっていて、そこに関所があるという話だ。先に出てますね。はい。ちっ、一人出ちまったぜ。あの、さくら。何？その、言いたかったでしょ。ああ、昼間のこと？平気平気、気にしなくていいわよ。嘘、痛かったはずよ。大丈夫だって。私だって伊達に修行してるわけじゃないのよ。痛いはずだわ。痛くないもん。嘘よ、こんなにあだになってるじゃない。あっ、痛たたたた。姫だ。よし、待て。手荒なことはするな。まずは松坂に任せるんだ。召喚を使えば相手に蹴取られずに済むはずだからな。おほーら、やっぱり痛いんだ。何すんのよ、このバカ力。何よ。さくらたち遅いな。さくら、どうしたんですか、その傷。すごい温泉らしいな。林、明日から単独行動にするわよ。いいわね。ポチも早く寝るのよ。カオル様、どうしましょう。いや、ちょうどいい。これから先は少人数で行動した方がいいかもしれん。おはよう、ゆめ。おはようございます。あれ、祭りたちは？ずいぶん前に出かけましたよ。あの人も関所へ行くのかしら。さくらたち、今頃慌ててるだろうな。祭り。ん？何？朝飯食いたかった。今ならまだ追いつけるわ。さくら、森を抜けるの？仕方がないわ、急ぐためよ。大丈夫か？ごめんなさい。カオル様、私は本当は試験なんてどうでもいいんです。たとえ試験に合格して一人前の忍びになっても、カブス軍と戦わなくてはならなくなります。私、戦は俺たちは白露の生き残りだ。その使命は全うせねばならん。他に道はないのでしょうか。忍びとしてではなくても、私はずっとカオル様のそばにいられれば
ユム。ザコだ。松坂、おめえの召喚とやらは大したことねえな。くそ。こうなったら仕方がない。待ってくれ。諦めな。おめえはもう用済みだ。お前の処分は帰ってから考える。いいな。まだ切り札が残ってるんだ。俺にやらせてくれ。切り札？最終召喚か。関所よ。ああ、一番乗りだな、きっと。で、どうやって越える？祭り、策は？祭り、どうしよっか。どの道、このまま帰ったところで俺の命はねえ。やるしかねえんだ。ところで、最終召喚って何なんだ？己の体をよりばらとして妖獣を召喚する。文字通り最後の切り札ってやつさ。見せてやるぞ、俺の本当の力を。出口だ。ポチ、待って。ポチ、なんだこれ。ポチ、大丈夫？こいつら何なの？さくら！ここさえ抜けてしまえばこっちのものね。なあ、こんな格好でバレないのか。その時はその時よ。よし、次。今度は二人か。ダメじゃねえか。ここからが面白くなるのさ。もしや、もし、きっと今のうちに逃げるんだ。これは貴様、どっから来た？ですから、私たちは旅の薬売りだと言っているじゃありませんか。嘘をつくな。お前も検査せんといかんな。祭り、今のうち。何あれ、
さくら、見慣れない奴もいるな。まつり、二人とも手を貸してくれ。さあ見せてもらおうか、切り札ってやつを。おい、どうするんだ。切り札とやらも失敗したぞ。動くな。ジャメ、どうする？こいつにも協力してもらおうか。これからは我々のために働くのだ。私の言うことは絶対だね。いいね。夢とカオルはどこ行っちゃったのかしら。大丈夫でしょ、カオルがついてるんだから。おーい、何やってんの、早く行こうよ。いよいよ白露の国ね。これからが勝負よ。止まらない。
Não conhecia o outro mundo por querer!